川島さん、あのカートの右の木、うん、より右に行ったら飛んでないとまずいっす。飛んでればそこそこいいとこまで行きます。最高。あ、いい。今日いいっすよ。うん、いや、いい。当たってるね。当たってますね、今日ね。ちょっとこの前の反省を生かしてます。カシマちゃん知らないでね。なんだっけ。ダメだったんですね。勝手に曲がりますよ。これね、多分大丈夫だな。木に当たったね。森の妖精。大丈夫。うん。ダブン。ちょっともう一回やって、もう一回。あげるのいいけど。OK です。お、ナイスショット。ナイスショット。どんなイメージで？100飛べばいいかなって感じで、ね。オッケー。それイメージじゃない。100でしょ。なんでそのクラブ？バンカー行っちゃったんじゃない？やつですね。うん、まあ、これで100飛べばいい。左からっていうか、ちょうどカートぐらいのところが理想だけど、見えるフェアウェイでいいんだよ、うん。まあ、でもドライバーだね。ドライバーだと本当に今あの白い人のところじゃない、うん、今日フォローだから、うん、手前の本当にガードバンカー入っちゃうんじゃないの。左、カートの左ってこと。あっちの奥ってそんな奥だっけ？うん、あのカートの左。だからカートの左ってあの斜面だったっけ？若干左斜面です。うん。右ったらこの山の奥も山だ。理想はあの右に向けたらその山の中に入る。あの緑の濃い一本木のところのちょい右ぐらいが理想。今黒い人はあんじゃん、うんうん、あそこが一番、うん、深い。それより右行くと右のあのこのコブのもう一個向こうの山、うん、いいっすよ、はい、どうせ引っ掛けんだ。今日は大丈夫です。やべえ、イメージ作っちゃった。おい、最高。いいね。うん、よいしょ。ありがとうございます。いいね。ショットはどれでいいね。ちょっとパッとおかしいけど。まあ、そのうち良くなりますよ。ドライバーだけ見てるとね、90消えるから。ちょっとか確かに。100も危ない。100は大丈夫じゃないですか。ラスト3ホールで後がします。うん、ナイスショ。後ろっす。よかったでしょ。よかったっす。
教えてたんだっていう。どうしようかなって悩んで。なんでって言われてもね。それを教えてごめんなさい。それが知りたいって。9番。あ、フォローだから。ピッチング。中で。うまい。あでも大丈夫、ちょっと左ぐらい、うん、ナイスうまいっすよ、上出来っす、十分十分、手前のバンカーが一番嫌だったから、うまい、ぴったんこ。